どうもグリズンです。それでは今回もやっていきたいと思います。いきましょう。お、これで戻れますね。こっちの方に、ここが気になりますよね。あとここもね、あ、ここはいけないのか確か。ん？いや、どうだったかな、わからない。行ってみよう。うわー、なんだこいつ、やばいやばい、うわー、めっちゃ噛まれてる。大丈夫、足ついてる。足あるよね。足見えない。あ、ちょっとだけ見える。よかった、足ついてる。何だったんだ今の。あ、いる。まだいるな。ん？なんだこれ。こんなのあった前。傷が深い、もう長く。あいつがうろついてる。銃にひるむことがないの、あいつ。一応狼なんだ、あれ。ほう。ルイーザ。なるほど。武器、新しい武器が、なんだこりゃ。あ、牛、牛か。こっちで行こう。聞いてる感じはあったけどね。おお、上がってきた。待って待って待って、危ねえ。さすがに上がってこれないよね。これを繰り返すっていう。まあまだね、たまに余裕があるんで。どこにいる？あ、来た。痛い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 。回復薬あるかな。いや、ない。ちょっと待って。来い。やべ、ショットガンでひるまないね。あの人言ってた通り。やばい、まさか食らうとは思わなかった。あっ、外に出された。入れないようにされた。あっ、あげてくれた。オッケーオッケー。あっ、死んだ。死ぬじゃん。あ、じゃあこいつのことじゃないのか。危な、もうこいつだけにして。また出てきたりしないよね。じゃあな、ちょっと待ってね。確かね、開かない扉があったんだよね。これは持ってないんだよね、まだ。
あとは、あとはこっちの方だね。あ、いる。なんかいる。こっちか。あれ、これどうやって入るの？入れないな。なんか鳴き方がさっきのやつと似てるんだけど。やっぱここは入れないんだな。ちょっとほっとこう。こっちから開けれないかな。あ、ダメなんだ。何拾ってないんだっけ？ここは。グレネードランチャーが手に入るのか。あ、っていうかここにここにあった。かっこいいな。これであいつをやっつけれるのか。これでもう OK だよね。ここはさあどこに向かえばいいんだ。こっちの方行けるかな。倒してみたいな、これで。あ、中にいる。普通の敵だった。こっち来い。おお、早い。ちょ待って、動きが早い。あ、待って、ホットガンに変えたつもりだったんだけど。OK？ なにこれ、なんかスライムみたいな。壊せそう。大体こういう気持ち悪いやつってグレネードランチャーだよね。試してみる？お、いけた。あ、風車がありますね。これ多分ここは無理なんだよね、やっぱり。あそこにはしごがあるから、ここを登る。あ、豚さんがいますね。いただきましょう。なかなか足が速いな。やばいやばい、気をつけないとね、タックルしてくるんですよね。痛い。あ、倒せた。オッケー。あと一匹。危ない危ない。
この刺し方はなかなかね難しいんですよね。田舎ブラジルにいた頃にね、田舎行った時こういう風に5、6人ぐらいで豚ちゃん捕まえてましたね。みんなナイフ片手に。あれは僕結構小さかったんですけど忘れられないですね。まあ、またあれがあるね。でも持ってないんですよね。あ、そうだ、これ忘れてたな。行かなきゃ。先にいてもこっち行こう。タイプライターがありますね。ちょっと行ってみる？で、これでまた上に上がっていく。違う、さらに下に行くのか。読み込み中ですね。読み込みにかかる実感の分だけ多分降りていくんでしょうね、これは。どんだけ下に行くんだよっていうね。長いな。あ、なんか色が変わってきた。暗いな。静かですね。なるほど、向こうから鍵かけられてるみたいですね。ここもダメだ。びっくりマークがついてる。ん？こっち？登れないですね。あ、なんかある。ナイフじゃ無理かな。あ、ま、ナイフでいけそうだな。いけた。これ以上いけない。敵全然出てこないですね。なんだよこれ、気持ち悪いですね。お、こんな早く。わあ、いる。そーっとそーっと取っちゃいましょうよ。寮で。お母様、あなたのために俺は何でも。やばい、目が合ってる。これはもらっていく。待ってくれ、それはお母様の大事な子なんだ。あいつのものじゃない。お前聞きたいことあるだろ。お母様の子ってどういう意味なんだ。お母様は我が子を取り戻したいんだ。ふざけたことを。待って、頼む、それがないとあいつらにバカにされちまう。俺、あいつらを出し抜きたいんだ。知ったことか。待って、もう少しだけ。頼む。
何がおかしい。バカだなお前、話しすぎだ。終わりだぞ、入り口を塞いでやった。何言ってる。ここは俺様のテリトリーだ。お前はどこにも逃げられない。バカ者め。あれ、なんかこいつそんなに強くないのかなと思っちゃったけど。ようなコソ泥野郎めが、俺のは叩かないからな。待て、謝ってももう遅いぞ。あれはちょっと待って、あれ装備した方がいいよね。ちょ、ナイフは一回外しちゃう。外してこっちに。よし。わあ。わわわわ。あれ？前からこ違うよね。ここ閉まってたよね。ここちょっと気になってたんですよね。弾がある。びっくりマークが何なんだろうこれ。ちょっと待って、行ける場所がね2つあるんですよね。こっちは何だろう。あれ、外、外だな。また風車？あ、違うか。あの風車ってさっきの風車とは違うか。ああ、いっぱいあるな風車。ちょっと待って、まだこれ必要なかったかな、グレーランは。あれはどうやって通るんだ。ああ、これに乗るのか。ちょっと一回この中見てみよう。うん、船ごと食われた。なんもないですね。ん？あれ？小屋、小屋ってここの小屋のことではないよね。何色に光ってる。何色にも光ってない。ここのことではないのか。じゃあ一回戻って、まだ行ってない道があったのでそっち行ってみましょうか。ナイフじゃない。あ、ナイフでもない。オッケーだ。ん？何？なんかいる。
これは普通の敵っぽいな。あ、小屋、小屋みたいなのありますね。こうしゃがんだら見つかりにくいのかな。あ、いるね。何匹いるんだ。音的には2匹ぐらいって感じですけど、3つだけでも一発で仕留めるか。で、来るでしょう。何発使っちゃったんだ。まだいるの？またお前か。いやー、あー、ここ閉めれたのか。あー、やばいやばいやばい、弾がない。まずいまずい。ちょっと待って。ああ、待って待って。来る？あ、いるな。でも来た。お、2匹同時に弾が貫通したみたいですね。やっぱこの武器は強いね。そこにいる。生きてる。なんかもったいない気もするけど。あ、鍵ありましたね。ショットガンの弾。よし、これでボートに乗れますね。こっちは何もないよね。これどうやって通るんだろう。あ、こっから行けた。普通に行けました。あ、もったいない。ナイフ使うつもりだった。こっちか。え、なんで？どうしようかな。家の中？もう乗っちゃおうか。水の中まで来れないでしょう、さすがに。どうやって操作する？こうか。どこにいる？この状態では武器は使えないんですね。どうやって取るんだろう、あれ。ぐるっと回る感じ？
あ、違うな。こっちからでは取れないのか。なんか表示されてたな。 あ、ボートをつけるのか。おお、何でかいのがいる。今のはこっちは何も。あ、もしかして、あ、ダメだな、こっちはいけないですね。あいつと戦うことになるのか。なんでここを寺知ってるんだ。あ、こっから奥に行けるのか。ちょっと待ってね、その前にこっち見てみましょう。なんだここか。研究室か何かか。一体何これ調べてる。おい、やめろ。おとなしくしてろ。イーサン、こんなところにいるとは驚いたな。ここで再会するとは残念だ。クリスか、お前ミアを殺して次は俺だけか。隊長、外で異常な揺れを観測した。すぐに移動しよう。揺れだと。震源は不明だが、このままここにいればミランダに知られる。おい、待て、ミランダだと知ってるのか。黙ってろイーサン、お前には関係ない。サンプルの分析結果は、やはり得意金とつながりが。これ以上は首を突っ込むな。おい、下がってろ。やばいやばい、椅子の中。やめろ、来るな。気持ち悪い。お前、出口は水中だ。逃げられない。相手してる暇はない。ダメだ、もう遅い。ミランダ様はすでに儀式の準備を進めてる。お前はその時間稼ぎか。哀れだな。なんてことを。ミランダ様と一緒になるのはこの俺なんだ、お前じゃない。何の話だ。お前なんか変だぞ。ダメ、我慢できない。助けて。どうして、ママ、どうして、どうして。え、あの魚の正体、あのおじさんだよね。やばいぞやばいぞ。ちょっとこれ戦わないといけないの。まさかこっちまで来ないよね。うわー、やば。あんなのどうすれば。あ、これで、
あれ？これ別の場所だね。こっちは行けないよね、もう。あ、ダメだ。もうこっちしか行けないですね。水中に出口があるって。おお、何？え？なんじゃこれ。この今の声ってさ、あのアイテムのおじさんじゃないの？クランクが必要なのね。あ、待って。おじさんいるぞ。アイテムのお兄さん。どこにでもいますね、この人。こちらで適当に見繕いますか。なんか売れるもの、これとこれとこれとこれも。これはちょっとまだね、なんかはめれそうなんですよね。これもなんかちょっと安い気がするんですよね、これこのままだと。でこれはですね、他の首飾りがあって、そこから宝石を取ったんですよね。これはこれでいいのかもしれないけど、こっちにはまるのかなと思ったんですけど、ダメでしたね。この程度では全ては投資の一環です。これは覚えておきたいですね。よし。でこれは あれか。素敵な旅になりますよ。そうですね、とりあえず一旦ここで終わりにしましょうかね。はい、なんかボス戦手前って感じですけど、多分こっからね、まだやっちゃうと長くなると思うんで。はい、ということでお疲れ様でした。またよかったら見てください。バイバイ。